主人公役榎木淳弥さん登場、テレビアニメ呪術廻戦スペシャル番組。この番組ではテレビアニメ呪術廻戦の最新情報とそれに伴う商品展開をご紹介させていただきます。本日 MC を担当します、私あやみゆきです。よろしくお願いします。そしてはい、テレビアニメ呪術廻戦虎杖悠仁役の榎木淳弥です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これタイトル言いにくいですよね。そうですね、よく綺麗に言えますね。呪術廻戦呪術中ってなりそうですよね。アフレコの時とかはどうですか。いや、みんな苦戦してます。そうですよね。もう言いたくないみたいな感じで。あ、自分のセリフに呪術ある、呪術ある、呪術師とかめちゃくちゃ言いにくいんですけども。はい、たくさん難しい言葉が振られていますが、頑張りたいと思います。頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに榎木さんはフィギュアで遊ばれたり飾ったりすることってありますか。あ、そうですね、結構関わった作品のフィギュアとかいただく機会も多いので、一回こう鑑賞するんですけど、でもなんかこう飾っておくとなんか調子に乗っちゃいそうなので。調子に乗っちゃう、なんかこう、あ、僕はこの役をやっているんだみたいなのを考えるとあんまりそういうのが好きじゃなくて、なんかゼロでいたいみたいな、ただのあやみゆきみたいな感じの、ただの私よみたいな感じ、ただの榎木淳弥よみたいな、プレーンな榎木淳弥みたいな。そう一回見るんですけど、その後はちょっとしまわせていただいて、大事に保管しておく派なんですね。そうですね、はい。榎木さんがご出演されているテレビアニメ、はい、呪術廻戦についておさらいをしていきたいと思います、はい、まずは本作に登場する魅力的なキャラクターをご紹介したいと思います。主人公虎杖悠仁、特級呪物両面宿儺の指を食い呪いをその身に宿した男子高校生です。榎木さん、はい、こちらのキャラクター演じてみての感想いかがですか。そうですね、まあ、虎杖はすごく何でしょう、ジャンプの主人公っていう感じのまっすぐな少年なんですけど、うん、まあ、その中に結構その自分がピンチになったりした時に結構怯えてしまったりだとか恐怖を感じるシーンも多くて、うん、まあ、等身大の何でしょう、高校生っていう印象が強くて、その辺は演じていてすごい楽しいところだなって思いましたね。伏黒恵、二級呪術師として呪術高専に入学した天才ですね。榎木さん、このキャラクターや内田さんとの掛け合いなどでの印象はいかがですか。そうですね、まあ、伏黒は虎杖と対照的なクールなキャラクターっていう印象なんですけど、その中に結構感情的な部分もあって、この虎杖を助けたいっていう気持ちとか、そういうクールなだけじゃないっていう一面が魅力的なキャラクターだなと思っていて、まあ、内田雄馬くんとは僕結構共演も多いので、何しろもう慣れたもんだなっていう感じも楽しくいつも収録させていただいていますね、はい。釘崎野原、地方から上京してきた勝ち気な呪術師です。このキャラクターや瀬戸さんとの掛け合いでの印象はありますか。そうですね、釘崎は、まあ、この3人の中では高一点で、まあ、女の子なんですけど一番3人の中では男らしい、なんか肝が据わった女の子みたいな感じのキャラクターで、 かっこいい女の子なんですよね。なんかそれを演じる瀬戸さんもすごくまっすぐな方で、なんでしょう、根性が本当にあるなっていう印象で、釘崎にすごくぴったりな方だなっていう印象がありますね。五条悟、自他ともに認める最強呪術師であり東京都立呪術高等専門学校の教師。このキャラクターや中村さんとの掛け合いでの印象何かありますか。そうですね、まあ、五条悟は、まあ、今説明していただいたように最強と自分で言っちゃうぐらいの本当に強いキャラクターなんですけど、まあ、なんか中村さん自身もなんかもう強いオーラ出てるじゃないですか。お会いしたことあります。あります。ありますか、はい、なんかもうオーラ出てるじゃないですか。そうですね、なんかその空気感がやっぱりこう五条にぴったりで、なんでしょう、圧倒的な存在感みたいなのをすごく収録中に感じていますね。ご本人はすごく気さくな方なんですけどね、いろいろお話ししてくださってとても楽しい現場になってますね、はい。両面宿儺、
1000年以上前に存在し、死後もなお現世を脅かす呪いの王。このキャラクターや諏訪部さんとの掛け合い、印象いかがですか？そうですね、まあ、このキャラも五条とはまた違ったタイプの最強というか、別のタイプのこう圧倒的な存在感っていうのを放っているキャラクターだなっていう印象があって、諏訪部さんのやっぱお声っていうのはすごくこう圧というか重みがすごくあるお声だなと僕は感じているので、その辺が宿儺の何でしょう、大物感とすごくマッチしていて、また五条と同じで何でしょう、こう我々を圧倒させてくれる存在だなって感じてますね。ありがとうございます。続いて1話から5話までのストーリーを簡単に振り返っていきましょう。はい、まずは第1話冒頭、主人公である虎杖悠仁が五条悟に拘束されて死刑を宣告されるところから始まりました。そうなんですよ、ドキドキしました、うん、そしてその後時間は遡り、伏黒恵美との出会いや両面宿儺を取り込み拘束されるまでのストーリーが展開されていきます。はい、この時のバトルシーン、えのきさんのお気に入りと伺っています。そうですね、まあ、1話 の、 あの最後の方で宿儺が虎杖に受肉して、そこからこう、まあ、五条と戦っていくっていう流れになるんですけど、2話の、ね、冒頭の五条と宿儺の戦いがすごく何でしょう、カメラワークが面白くて、こうふわーって回っていくような視点だったりとか、結構実写とかでよくあるような感じのカメラワークになってて、アニメだと珍しいなと思って、僕はすごくその辺の動きとか面白く見れましたね。確かに実写映画の長回しみたいなカメラワーク、そうだ、カメラマンがいるみたいな感じの撮り方で、うん、でなんかアクションももう人間離れしてるんですけどその中になんかね、こう体重を感じるような、はい、なんか重みみたいなのがね、すごく絵から感じられて、すごいマッパさんはもうスタッフさんが死んじゃうんじゃないかってぐらい働いてくれてて生きてください生きてくださいって結構会うたびに言ってるんですけど、あ、そうなんですか、死んでないですかみたいな、まだ生きてらっしゃいました、あ、よかったです、お元気でそうなんですよ、この辺はすごく見どころなんでね、ぜひ見直してほしいですね、見た方は、はい、そうですよね、はい、一瞬見た時にこう目で追えないスピード感ですけど、うん、あの録画してこう止めながら見た時も、そうそうそう、作画がすごくってすごいんですよ、感動しました。結構ね、配信サイトもね、いっぱい配信してるんでね、うん、見てほしいですね、ぜひぜひチェックお願いします。はい、その後虎杖は呪術高専に1年生として入学、はい、同じく1年生の釘崎野原も合流し呪術師としての活動を始めていきますが、うん、釘崎登場話題になりましたよね。すごいなんかトレンドを結構独占してましたね、ツイッターとかで。釘崎のやっぱ登場シーンがすごく印象的で、東京に憧れて田舎から出てきた女の子なんですけど、まず原宿でね、こうみんなと合流しようっていうことになって、原宿で釘崎待っていたら、まあ、スカウト、芸能プロダクションのスカウトに私をスカウトしろよみたいな感じで詰め寄っていくところが、逆スカウトしに行くところ、逆スカウトありますそんなことないですね、ないです私スカウトしてる、スカウト待ちじゃないんですよ、逆スカウトしに行くっていうところが、こう好一点なのに、何でしょう、そのちょっと乱暴なところとかがあってすごく印象的なキャラクターの登場だなって思って、まあ、その後虎杖と一緒に任務をに行って、まあ、呪霊と戦うんですけど、その戦い方も、まあ、釘崎っていう名前の通り金槌を使って呪霊と戦うっていう戦闘スタイルで、これもなんかまたあんまり見ないタイプの戦い方だなっていうのは、そうですね、女の子に持たせる武器としては持たせる武器ではない、斬新だなっていう、そうなんですよ、まあ、でも釘崎の性格にぴったりというか、うん、藁人形を使ったりして戦ったりもするんですけど、はい、ちょっとなんか、まあ、虎杖も陰湿っていうことを言ってたりしたんですけど、そういう一面がなんか、なんでしょうね、こうギャップというか、女の子だけどすごく男らしくて強いんだぞみたいなところが、あのかっこいい
キャラクターなのかなっていう印象でしたね。確かに、はい、私も地方から出てきた上京組で、あ、そうなんですか。まさに出てきた時に初めに行ったのが原宿なので、はい、あ、もう分かる分かるって、バリバリ、はい、ミーハーですね。同じことやりました、はい、まずは原宿なんですね。原宿行って竹下通り 2,3 往復してクレープ食べるっていう、はい、あ、はい、もう恥ずかしいやつやってるじゃないですか、はい、ちゃんと黒歴史を踏んできてるので、すごい分かりました。そうなんですね、じゃあ気持ちがやっぱ分かるんですね、こう上京してきた方には。そんなこう、あの、上京した女の子の可愛さと、はい、こう戦うパワフルさをこう両立したキャラクターで、だから女性がね、憧れる女性キャラクターなんじゃないかなって、うん、です、はい、思いましたね、はい、私もね、あの、釘崎野薔薇推しでいきたいと思います。推しで物語が大きく動くのが1年生3人のみでの任務中、特級呪霊相手に苦戦を強いられた虎杖は肉体の主導権を宿儺に渡すことで特級呪霊を払おうと試みます。はい、榎木さん、特級呪霊出てきました。特級呪霊ね、そうなんです、ちょっと五条先生が別の任務で、うん、まあ、今回は任務に当たれないということで、まあ、生徒3人であの任務に行ったんですけども、そこでまさかの、ね、予想外の強敵が現れてしまって、はい、今までは実はそこまで強い敵とね戦ってこなかったんですよね。こう少なぐらいで、あとは三級呪霊とかそのぐらいだったので、急にもう少なと同じレベルの特級呪霊というのが出てきてしまって、そのなんか登場シーンも結構印象的で、伏黒の式神の玉剣がこう、まあ、敵が出たら教えてくれるからって言って一緒に行動してたんですけど、その玉剣もいつの間にかもう首だけに、はい、ね、あの壁にめり込んでなっちゃうぐらいのなんか圧倒的な存在感で、いきなり特級呪霊が登場して、まあ、虎杖も反撃したんですけど手首が切り取られちゃったり、結構ね今回痛々しいシーンが多かったんですけど、そうですね、まあ、それを打破するために宿儺と入れ替わって、でその宿儺の圧倒的な力でね、特級呪霊もなんとか退いたっていうところだったんですけど、まあその代償にもう虎杖は死んでしまうというところで物語は終わってしまって、まあ、僕も主人公は降板なんですけど、ね、ちょっと簡単に心臓取られすぎです。簡単に、ね、もう抵抗できなかったですよね。あまりにもすごい頭いいですよね。でもこう心臓を取って、なんかその交渉というか、はい、なんかもう伏黒の手立てをなくすみたいな感じで、と戦っていくっていうのは、なんか頭脳戦がすごく呪術廻戦は多いので、そうですね、序盤から多いですよね、うん、だからすごく大人が見て楽しめるアニメーションだなっていう、あ、感想をいただきましたね、はい、どうなっていくのかっていうところがポイントなんですけども、まあ、5話まで見ていただいた方は、あの、最後に宿儺が誰かに話しかけていたと思うんですけど、はい、まあ、それが誰かっていうのと、今後虎杖が死んで誰が主人公になるんだろうっていうところが、せっかくねこんなフィギュアまで作っていただいたのに、そうですね、作っていただいたんですけども、申し訳ない結果になってしまって。いやー、そうなんですよ、果たして主人公榎木純也はどうなるんだっていうのはね。僕ではないですけど、虎杖ですね、虎杖がね、まあ、僕の仕事もどうなるかと思うんですけども、はい、まあ、今後の展開に、あの、ご期待いただければなと思います。はい、ぜひね、皆さんも繰り返し見返して、はい、新たな発見がたくさんある作品ですので、はい、次をお待ちくださいませ。このアニメ呪術散歩は本編の収録をして、はい、その日とかに撮るんですか？もうその後に撮ったりしてますね。なのでもう温度差で風邪ひきそうです。そうですよね、シリアスの気持ちでスタジオ入って、はい、そうなんです、めちゃくちゃ戦った後に呪術散歩みたいな感じでゆるい感じの番組が収録始まるので、すごい差があってね、現場のみんなも楽しく収録してますね。すごい、原作の芥見先生も本編、あの、原作の漫画の方もシリアスなシーンがずっと続くじゃないですか、うん、そうですね、その合間を縫ってきっと書いていらっしゃるんですね。だから先生も楽しいんじゃないですかね、ちょっとなんか息抜きというか気分転換になって、まあ、気持ちを聞いてないから分かんないですけどもしかしたら超必死に書いてるかもしれないですけども、ね、先生のお話も聞いてみたいところですけど、本当に面白い作品になってますので、うん、続いての商品はこちら、
プロプリカ、特級呪物、両面宿儺の指、うん、呪術廻戦におけるキーアイテムである両面宿儺の指が本物感を追求した大人向け商品ブランドプロプリカより登場します。その圧倒的な迫力、まがまがしさを手に取って体験することもできます。さらに両面宿儺のボディシールも付属、これによりなりきり遊びで楽しむこともできちゃいます。えのきさん、実際にご覧になっていかがですか？はい、ね、今ここに踏んでおりますけど、はい、後ろにもね、あのこうパッケージというか見覚えありますよね、この箱。これね、アニメでも出てきた宿儺の指を収めていた、ね、箱もあって、これ開けるとこう指がね、はい、入っているという形で、まだこれも開発中みたいなんですけど。そうなんですよ。これ出してこう1話でね、板取りがやったようにこうやって食べる、うん、あー、喉に爪刺さっちゃう。で、これは両面宿儺が板取りの体に受肉した状態じゃないですか。諏訪部純一です。全然似てないけど。諏訪部さん、諏訪部さんっていうね、こうペイントシールもこうやってつけて、はい、なりきって遊ぶことができるという。そうなんですよ。まさに今一連でやっていただきましたが、はい、このペイントシール、ね、ボディシールなんですが、これ以外にも、はい、あの、はい、もうちょっとありまして、フルバージョンをスタッフさんが顔につけてきてくれています。お願いします。見せてくれるんですかね。もう完璧な状態です。すごい、うわシュールですね、ちょっと。今スタッフさん無表情だったから、はい、いいんですよ、笑っていただいてありがとうございます。お顔出しありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。これでもあれじゃないですか、はい、コスプレする人とかにはいいんじゃないですか。たまらないですよ ね、ありがとうございます。スーって、はい、ね、こうやってペイントつけて、指もね売ってるんで、はい、作ら結構細かいんですよ、指も。すごいリアリティありますよね。そう、なんかちょっと顔みたいなのがね、あったり、ここになんかちょっとなんでしょうね、なんか吐いてたりしたり、うん、これは飲めないなって思いますね、僕は。そうですよ、普通飲めないですよね。とか、あと爪ですね、このツヤ感とか、はい、黒に、うん、味が美味しくないより痛みはないのかしらっていうのをちょっと見ていて思ったりするんですけどね。あ、確かにね、うん、でも味もね、まずって言ってるぐらいですから、うん、よくこれを食べられるなって感じでしたけど、皆さん食べるふりだけにしてくださいね。はい、してくださいね。はい、ちなみに演じられる時って、この飲み込むシーンとか意識したことってありますか？はい、あ、でもよくこうアニメとかだと分かりやすく、はぁみたいな声出すと思うんですけど、やります、ね、あんまそういうのあんま好きじゃなくて、リアルにやろうと思って、はぁみたいな声を出さないみたいな感じでやった記憶ありますね。うん、はい、そのリアリティ感をぜひアニメーションの方でも体感してください。よろしくお願いします。そして、あの、一つの体を、まあ、えのきさんと諏訪部さんで分け合うみたいな形ですけど、はい、そうですね、はい、演じる時っていうのは、はい、お二人で話し合ったりとかはあるんですか？いや、でも別の性格というか人格なので、特にその辺を話し合ったりは実はしてなくて、諏訪部さんも特に意識はしてないということだったので、あの、お互い寄せたりはしてないんですけど、でもなんかこう切り替わ、声が切り替わる1話でこう受肉して、いたどり、僕の声から諏訪部さんに切り替わる時とかのなんかつながりがすごいスムーズに聞こえて、意外となんか似ている部分があったんだなみたいな感じましたね、不思議と。そう、確かに、あの、アニメを見ていた側でもなんかスムーズにこう、うん、あ、別の人になったけど違和感がないっていう、 あの感覚不思議でした。ね、え、なんか全然、ね、声の高さとかは違うんですけど、何か内面で似ているところがあるのかもしれないですね。そんなところも感じながら、はい、うん、皆さんお家でね、あの、真似してやるときには、ね、今から変わるぞっていう意識で、あ、そこをやってから見るんですか？なりきってからアニメを見たりする、はい、逆に、あの、アニメを見てなりきった上で、はい、こうね、あの、お家ですごいいいですね、入り込んでて楽しいと思うので、ぜひね、シールとかもね、はい、やってください。ぜひ入り込んで、こちらプロプリカも楽しんでください、はい。それでは最後に、えのきさんから番組をご覧の皆さんへメッセージをお願いします。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。アニメ呪術廻戦の方はですね、これから、どんどん怒涛の展開になっていくので、
1話もぜひ見逃さずに、最後まで見ていただけたら、きっと、面白いものが見れると思うのでぜひよろしくお願いしますということと、まあ、今回素晴らしいフィギュアとあとこのねペイントシールとかとあとスクナの指ですか、もうすごいクオリティで出していただけるということで本当にありがたいなと思ってますので、ぜひ皆さんね、指とかフィギュアとかシールとか手に入れていただいて、なりきってぜひアニメと原作の方を読んでいただいて、呪術廻戦の世界を、隅々まで楽しんでいただけたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。500点以上の大人向け最新フィギュアが集結する魂のフィギュアの祭典魂ネーションが今年は特別にオンラインで開催されます。オンライン会場には呪術廻戦シリーズ商品の展示もありますのでぜひご覧ください。そしてテレビアニメ呪術廻戦は毎週金曜日深夜1時25分から MBS、TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送中です。テレビアニメと今後の商品展開どうぞお見逃しなく。さて本日は最後まで榎木さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの進行はあやみゆきでした。そして見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。Thank you.